はい。えっ、ー、と、VRI 練習会、<laughs> 滑舌が終わってる VRI 練習会のライブ配信を振り返ろうのコーナーです。えっ、ー、と、これは7月2日分の練習 J70,J70 の練習ですね。えっ、ー、と、今回4本目を振り返っていこうと思います。えっ、ー、と、実はね、これテイク2というか、えっ、ー、と、さっき、えっ、ー、と、ちょっと見たい レースを間違えてて、はい。これ取り直してるんですけど。ね、えー、まあスタートですね。これスタートからね、結構難しい界面だと思うんですけど、ちょっと紙、紙から即タックよりかはしもかなという雰囲気なのは、そこ,こら辺のブローですね。ここら辺のブローが、 え右触れではな、ね、い、これ左触れのブローなんですけど、見えますかね多分これ左触れのブローなんですよね。なので、左、海面には寄せておきたいけど、これ多分アップインドロングなんですけど、まあ、アウターがちょっと低いのでね、低いので、えー、そこが少し気にはなるんですけども、やっぱ紙から出ると、うーん、後で、うん、ちょっと弱いんじゃないかというところですね。 50秒前。えー、そうですね。これね。冴えないスタート。スタートはあんまり僕のは見本にならないんですけど。まあ。僕の隣の人たちとか割といいスタートするはずなので。割とって言っちゃ失礼ですね。結構いいスタートするはず。なので。あ、これは下から出たい人が何て書い,いてあ。神がちょっと人気ですかね。さあ、左には。 FC さん、ゆうつきさん、フライングボスさんなどが集まってきているはずです。いわゆる一面でね、これね、まあ、左振ってんのかなと思って、結構早めに、ここの神のルーム作って即タックでもできたらいいなと思ったんですけど、それがね、できないんですよね。できないので、これ単純に種母にね、座れに行ってるだけなんですよね。 下の方、下手の方プレスに入ってるんで、ちょっと苦しい。で、これ返して、返したらね、ボスさん返して、ボスさんじゃねえや。これ、FC さん返してくれたんで、僕も返して。さあ、そうそう。で、ここでなんかギリギリ走ってるんですけど、ちょっとね、走りづらいんで、なんか右フレが入るんじゃなかったかな、ここら辺で。うん。うん、ここら辺なんかスピードが出なくなったんで、一回タックします。 ここでなんか全然スピード出なくなっちゃって今上から見たの分かりますかね戻さなくてもよかったかあーやべやべちょっとちょっとねこれ難しいあーここここ このね、ゆつきさんだと思うんですけど、ゆつきさんのところとかボスさんのところは左フれかなり大きいんですけど、まあ右、右の人はね、めちゃくちゃ右なんですよね。まあ、こういう海面どう走るかっていうところで、かずきさんあたりで返すのが、まあお利口なんじゃないかなと、思いますが、これでもちょっと遅いのかな。で、僕はこの右フレここのね、右フレがね、全然、 えっと見た目から判断できなかったのでえーアが遅れて、えー、5, 5ノットぐらいまで減速してます <laughs>、ね、でもこれ以上端ついていけなかったのでタックしましたこれねうーんもう FC さんが返してくれるまで返せないのではいまあボスさんをディップしつつ自分の走りやすいところまで出て ハックですねまあでもこれね左ね奥行ってもよかったのかなって思ってこの時多分話してでてん、まあ、でかって言うと左振れがねかなり大きく見えるんですよねこれただ奥で右振れが、えー、とコースが長いので反対の右振れが、まあ、来ないことはないと思うんですけどにしてもここちょっとねなんか右とか左に振れたら走りづらくなっちゃう場所なのであんまり良くなかったかなとか思いながらうんなんか うーんって思いながら走ってますただスタートへこんだにしてはまだまだ生きてるかなっていう感じですねあでやっぱり左振れがえ中央海面中央に降りてきたんで全体的に左の人たちが高く見えるようになりました、うん 右の人はさっきほどなんかポテンシャル高いようには見えないけど、なんかここら辺でものすごい角度で、これタック中だと思うんですけど、この人もそんなに高くならないんじゃないかなっていう印象を受けます。そうですね、これ、今見えましたがね、海面、これもう右フれ入る予兆見えてるんですけど、わかりますかね。おそらくこれ、ここ右フれなんですよね。ここ、プローがこうあって、この、 紙マークの向こうを通って左側に伸びていく、えー、紙マークの右側を通って左側にこうビヨーンってこう黒いところが伸びてるんでこれは、はい、もうこれ以上やっぱり左奥行くのはちょっと厳しいかなっていう後々の右フレを待って走っていいんじゃないかなという感じですねまあただフレッシュで走れないならまあちょっとね避けた方がいい人もいるかなどうなんですかね 公平さんが高いんですよね、ここ。うん、ただ、うん、これもブローから外れたりすると、ちょっと厄介なのと、もう一回左あ、うん、少し右、フレ来たあとは、もう一回左が来そうな気もして、いや、でも難しいですね、これ右奥でもいいかなって、ここの、ここら辺のブローが真ん中に降りてくることも考えられるし、ここら辺の左のフレ使えれば、それで、紙マーク、 割と早く突けるかもしれないし。でもちょっとやっぱり左よりかは今は右かなっていう寄せ。寄せるなら右かなって感じの。でもこれめちゃくちゃ難しいと思いますね。こうなってこうなって、こういうところがこうなって、こうなって、こうなってますからね。ここ、ここ、ここ,こ,こが、ここ、ここ確認っていうか要注意ポイント。この陸に近いんですけど、この部分、この部分が右触れっぽいので若干。 だってうんただそうですね僕はで、ね、トップ集団では完全な第一線ではないので、えー、まあ,あタックス減らす方針でいくんじゃないかなというかまあ後出し。 後出しでコース引くんじゃないかな。で、ね、このゆつきさんとね、FC さんがタック返したんですけど、それにはついていきませんでした。うん、まあ右振れがちょっと気になったんで、この時点で左振れ結構入ってるんで、まあこれ以上左振るのかなと思って、まあ右ですね、一回右ですね。で、この2手、奥のスタボの2手の奥に行くんじゃないかな。で、ここでタックしてもまあいいんですけど、 えー、もうタックス減らすっていう方針にしちゃってますね、うん、まあ寄せてもいいけどまあボスさんに仮に内側で返されたら面倒ですので、えー、まあ前で返しは来ないとはそうそうでも返しましたね僕は返してたらボスさんにやられてたのでここ下請けしてなかったのもえっ、ー、と神の手にどんどんズルズルブランキー入れられてっていう展開を嫌ってですね ここに今勝つよりかはああ、うん着、確実についていって後で抜かす機会を見つけるっていうのを、えー、企んでました。まあ、実際ね、かなりギリギリのアプローチだったので、一定は2タックが必要になって、A キレさんですね。この緑のは浩平さんかな。さあ、あ結果的に、うん、トップ集団とそんなに離されてはないように見えます。まあ、ブランケの分遅いですけど、 逆にそれ以上ではない。で、ここね、浩平さんが、うん、ルームの中で、更新をし始めるんで、めちゃくちゃやばかったんですけど、これね、自分でも、これ、これマグで、本当に奇跡なんで、狙ってはないんですけど、本当に内側、いけるはずもなく、接触なしで内側いけるはずもなかったんですけど、これね、この時点では多分、ぶつかったら負けるんですけど、もう本当に真上ぐらい向いてるので、 それやばい更新し始めるんでですねでそのちょうど更新するそのぶつかるタイミングをずらすっていう意味でこのベアが効いてきてですね多分ベアしたことによって相手の更新を待てたんじゃないかなっていういこのこの瞬間 <laughs> まあもしかしたらゾーン内タックで守られてたのかもしれないですけどあんまり この VR のね、18を信じて、ね、信用してないので。うん。あやさあ、で、ここでちょっと通信が <laughs> 怪しくなってきます。雲行きがね。あ、でもそう、ボスさんが、ね、抜けちゃったんですよね、これ。うん、落ちましただから多分僕だけじゃないってことは、同時になんかね、危なくなった人がいたってことは、なんかみんな、他の方も、 きつかったのかなとか思いますけど。さて、これ、即座位。がったのこれ、即座位ですね。風がなんとなくありそうだったので、即座で。後ろの人がめちゃくちゃ登っているんですよね。基本的には登って対応。うん。 で、あんま真ん中入らないようにはするんですけど、えっ、ー、と、ここでジャイブしたのは、まあ、ちょっとあまりにもついてくるなということで、じゃあ逆に誘ってみようかと。いうことで、一回ここで様子見のジャイブしました。そしたら全員逃がしてくれたので、まあ、人の少ない場所、こっち3人結構後ろに近くいるので嫌だったんで、人の少ないこの真ん中らへんを選んで走ってます。 これが正、いいのかどうかわかんないですけど、あんまり風速差がないような気がしたし、まあちょっと若干左カメのが色のが濃いのかなっていうのもあって、うん。まあこっちでいいだろうと。低速上がってますね。ちなみにこれ、えっと、認証マークが取れたばっかりの、えものなので、あの VIP 機能がね、取り外されてます。 しばらく、うん。このままで遊んでもいいですけど、どうしようかな、と。これね、右のマークね、完全にやられてる中にこれちょっと右に回ろうとして、うんジャイブしましたけど、結局左回りますね、これ。 先客いるならどっちも同じなんででもちょっと前の集団が離れてるこっちのマークで右奥右奥を狙っていたんですがこれをタックされてしまうので下っしまったので逃げざるを得ないですねこれはちょっとついていけないこのままついていくのは難しいのしこれね若干左奥く振れるとは思うんですよね奥で大きな右が ここ,ここ、ここですね。今回のブローの注目ポイントはこの部分。ここがちょっと左,左側にぴょいって、こう右側のブローが左にぴょいって出てるんでえ、ここが右振れの合図、大きな右振れが来る合図と判断して、まあ、もうそろそろ右にもう一回寄せるんじゃないかなと思います。さすがに左は後できついと。 1> で1人、えー、多分ジェラードさんだと思うんですけどジェラードさんが寄せてきてたんでまあもう近づけないなとこの横の距離で保っておくことで後で右触れた時にしっかり前に出れるようにっていうのでここででね僕本んそうそもそもタックせずに右玉行きたかった人なんでそうですねタックせずに右行ってる人がちょっと高くなっちゃったかなっていう 高くななるかなーっていう感じですねこの後さあとっ手返してきてくれましたが、うん、これでね僕の前で返されたら嫌だなーと思ってましたがまあそうですね右フレはもうこれここでいいやという感じですかねまあ全然悪くないと思いますねここでも、うん、戦闘集団からちょっと距離を置くっていう意味と、まあ、左フレもねなんか見えてこなくはないので なんか左振れもありそうな気配がしてきたんで僕もこら辺で返してもよかったんですけどちょっと意地悪で、ね、この2九2一九三あそこ大事なポイントなんですけどこれ奥に行くと、まあ、伸ばしすぎだっていうのもあるし一輝、まあ、さんだけにブランキー与えることになるんですけどここでこういう位置関係の時にそうあ特にいい数いいはなかったわ えーと結局上からなんですけどこういう位置関係の時はこの D にねブランキかけちゃえば絶対タックしてくれるのでまあほぼほぼタックしてくれるので1回のタックでこの2点に影響を与えられるんですよね。そこも考えた上でやっぱここはタイトカバーを選択。まあ下で打つ,打つと、えー、まあ左振れた時はまあいいんですけどやっぱり右振れが残る可能性もやっぱり考えたいので。 まあここら辺でこのもう多分レイライン近いんですけどこのレイライン近いところで2タック増やさせておけばまあ大丈夫かなとでしかもこの2手とも二手ともタック増やしたかったんで一番効果的なところでタックするとでこれ292193をはい和樹さんになすりつけると <laughs> ここはねまあその後本当にタイトカバーするかどうかはわからないですけどまあ可能性は非常に高いよなということで効果的でだったと思いますあとは, <laughs> はこの、えー、とライバルというか競争相手がこの FB パッドさんっていうなんか FC リッツさんに名前の似た人になってくるんで、まあ、ここを意識して最後やっていきますえ A キレさんには届かないかな うん、そこまでは右振れじゃなくて右うん右振れ強くなかったというか左振れ左にフれ戻っている感じがするのでうんまあ A ヒルさんいい,いいコースだったんじゃないかな結構でもどうですかねこれ距離縮まってんのかな分かんないちょっと縮まってるようなでも変わんないか変わんないぐらいですね でえー、あここはちゃんと早めに開けてこれもう即座一択ですねもう一瞬見ただけで分かるぐらいの即座一回目これえいひれさんのね神マークじゃなくてこオフセット開口めちゃくちゃうまかったんで負け負け前としたね負け負けちゃいられねえと ギリギリ攻めたんですけど全然間がありました。なんでこれ後ろの人たちがっていうか人たちではなく、まあ、いってこの FB パッドさんめちゃくちゃラフしてきたんで僕もえーとバウの前にずっとポジションキープして後ろの人が下ったら自分もちょっと下るって今下ったんで今のねベアの仕方は多分ベスト VMG ですね <laughs> なん。なんかベスト VMG のベアって感じがしますね。 あもう一回登ってきたんで僕ももう一回登っていきます。でイいレさんにまあ、バンかかっちゃうんですけど、イいひさんもちょっと登ってほしいですね。登んないとまあ、捕まっちゃうよと。で、ここ2人が遊んでるので、吉井さんと悦樹さんが。まあ、なので、ここに、この2手の争いに、えいひさんを、え投入したい。投入して、 うん、出し抜きたいっていうのがあったんですけど、ね、ここ、えイヒれさんね、早くジャイブしちゃうんですよね。まあ、なので、まあ、別に悪,く悪いことではないですけど、でもちょっとね、あの後ろの人たちのことも考えると、えいひさんのこの内側に寄せる動きは、ちょっと怖いかなと思います。右触れ、右回面に触れてるときに内側入るのは、ちょっと怖いかなって思いますね。あとはなんか、 うん、適当に遊んで帰るだけですけど、まえ、あ、この FB パッド、え、3に、まあ、抜かれないことだけ考えて、あのまあ最後はなんか後ろ通ってくれましたけど、これでもちょっと危なかった。さあ、順位の入れ替わりなく、はい、ないけど、まあ結構接近したフィニッシュになりましたね。ということで、えっ、ー、と、まあなんか、 具体的にどこがどうってわけじゃないですけども、風の,風の解説と海面の読み方、えっ、ー、と、まあ、ース引きでのちょっとした小技を紹介しましたと。えっ、ー、と、まあ、皆さんもね、あの、自分で動画を撮って振り返るみたいなことを、ある嫌る、をやってみるといいかもしれないですね。あ、あ、それか、まあ、前ちょっと何回かやってましたけど、その、 あ僕に動画送ってもらえれば、なんかそこにコメントとかは全然できるので、まあ、そういうのもぜひ、はい。ぜひぜひ連絡してください。あの、こういう練習会以外でもなんか、うん、どんなレースでも大丈夫なので、ここどうすればよかったですかね、とか、こここうだと思ったんですけど、みたいなこと言ってくれれば、まあ一緒に考え、考えたいなと思います。では、 今回の振り返りはおしまいです。